男を見せてよ倉田くん、ドラマ CD。 ヤンデレの乾さよに死ぬほど愛されて眠れない CD。 おはようございます。で、もうお昼過ぎちゃってるんですけどね。お腹空いてますよね。今日のお昼はゆう兄さんがお好きな煮込みハンバーグですよ。どうして座敷牢に監禁したかですか？それはですね、ゆう兄さんが好きだからです。いえ、愛していると言った方がいいですね。私はゆう兄さんを誰よりも愛してるんです。やっぱりこっちの方がしっくりきますね。だからゆう兄さんを私だけのものにするんです。絶対誰にも渡しません。そのためにこの座敷牢に来てもらったんです。だいたい前の生活の方がおかしかったんです。私とゆう兄さんが最初に愛し合って婚約したんです。ゆう兄さんはあやかしである私を受け入れ、愛してるとおっしゃってくださいましたよね。なのに、愛し合っていた私たちの後から、めいちゃんがわざと猫股の姿をばらして、ゆう兄さんに婚約しないと殺すと脅し割って入ってくるなんて、とてもとてつもなく卑怯ですよ。アリスさんはなし崩しに居候して、クーちゃんだって、おとなしい顔をして、ゆう兄さんをビダレに誘惑して、ソラさんなんて、過去の約束を盾に、関係を迫ってくるなんて、信じられません！だから元々の正しい世界を取り戻すため、ゆう兄さんをこの座敷牢に連れてきたんです。ここなら愛し合う二人のささやき声も外に漏れませんし、外から誰かが入ってくることもできません。え、ケンゴおじさんは反対しなかった子ですか？もちろん最初は反対されました。でも諦めずに私がどれほどゆう兄さんを愛しているか必死に説明しました。けどいつまでも反対して、あまつさえ私を本気に連れて帰ろうとしたんです。だからケンゴおじさんにはお外に出てもらったんです。暗くて狭く息苦しい場所かもしれませんが、仕方ないです。自業自得ですから。ゆう兄さんもそう思いますよね。二人の仲を引き裂こうとするなんて、まったくひどい用事でした。でもこれで私たちの邪魔をする存在はいなくなりました。あとはこの二人だけの世界でずっと一緒にいられますよ。どうです？嬉しいですよね。そう思いますよね。よかった、気に入ってもらえて。もしさよちゃんと二人でここで暮らすなんてできないなんておっしゃったら、悲しくてゆう兄さんを殺して私も死んでしまうところでした。でも杞憂でしたね。やっぱりゆう兄さんと私は相思相愛なんですね。とても素敵です。こんなに愛されるなんて、めいちゃんたち、全世界の女性たちに申し訳ない気持ちになってしまいます。ですが、ゆう兄さんは一人しかいないのですから、仕方ないですよね。他の女性を憐れんでも仕方ないですし、せっかく二人きりになれたんですから、これからの生活を大切にしていかないといけませんよね。これからはずっと一緒ですよ。朝起きてから寝ている間もずっと、お食事もお風呂も下の世話も全部私がやります。だからゆう兄さんは指一本動かさなくていいですからね。お礼なんていりません。好きで身の回りの世話をしたいだけですから。でも一つだけわがままを言ってもいいですか？毎日寝る前、さよちゃん、世界で一番愛してるってささやいてほしいんです。ゆう兄さんの態度で私のことをどれほど深く愛してくださっているかもちろんわかっています。けどやっぱり言葉にしてほしいのが女の子なんです。もちろん
ユー兄さんはお優しいですから、こんな小さなわがままを聞いてくださいますよね。ユー兄さん、さよちゃん、世界で一番愛してるって言ってくださいますよね。よかった！すっごく嬉しいです。すみません、お話長くなっちゃいましたね。冷めないうちに煮込みハンバーグを。私としたことがハンバーグに調味料を入れ忘れてました。調味料を入れるので少々お待ちくださいね。カッターをどこに入れたでしょうか。どこだよ。飲んでないの。ありました。これを私の腕に押し当てて。知ってますか？人の細胞は60兆あって、2ヶ月で皮膚の細胞が入れ替わって、脳は1年、血液は120日、骨は2年半かかるんですよ。私の細胞がユー兄さんの体を作り変えるまでの最低2年半はご飯に血や髪の毛を混ぜますね。どうしてこんなことをするのかですか？だってメイちゃんたちが作った料理でできた細胞、いいえ、毒が体に溜まってるんですよ。だからまず体内に溜まっている毒を吐き出すのは当然じゃないですか。はい、私の血をたっぷりかけて完成です。ダメですよ、好き嫌いしちゃ。ふうふう、はい、あー、動かないでください。全部食べて偉いです。お恥ずかしいです、お腹が鳴る音を聞かれるなんて。実は材料を準備してなくて、昨日の夜から何も食べてないんです。さっき細胞のお話をしましたよね。私の体もユー兄さんと同じように作り変えようと思って。だからユー兄さんの手足を切って食べますね。ユニーさんのお世話、お食事、お着替え、お風呂も排泄も全部して差し上げますから、手足なんて邪魔でいらないですよね。だから食べてもいいですよね。怖がらなくても大丈夫ですよ。この中華包丁とってもよく切れますから、痛みは一瞬です。暴れてはダメですよ、手元が狂います。それじゃあ切りますね。ユー兄さんの右腕、いただきます。どうしたんですか？大声出して。まあ、居間で寝ているから悪い夢を見るんですよ。図星みたいですね。夕ご飯もテーブルに並び終えてますから、ちゃんと座ってください。今日はユー兄さんの好きな煮込みハンバーグですよ。
喜んでもらえて嬉しいです。あ、私ったら最後に調味料を入れるのを忘れてました。すみません、調味料を入れますので少々お待ちください。カッターをどこに入れたでしょうか、ありました。これを私の腕に押し当てて、知ってますか、人の細胞は60兆あって、2ヶ月で皮膚の細胞が入れ替わって、脳は1年、血液は120日、骨は2年半かかるんですよ。私の細胞がユーニーさんの体を作り変えるまでの最低2年半はご飯に血や髪の毛を混ぜますね。早く体が作り変わるといいですね。私を愛してくださっているなら食べてくれますよね。逃がしませんよ、ユーニーさん。決して、絶対に。収録が終わりまして、ちょっと前半してますが、みんな元気？いいえ、あげまた登場してる、また登場してる。みんな元気？あ、いいお返事ですね。私も元気ですよということで、さっきね、ちらっと声が聞こえたんですけれど、皆さんお待ちかねのあの方を呼んでみようと思います。斉藤真也先生。どうも、斉藤です。男飯の倉田くん、原作を書かせていただいた斉藤と申します。あ、斉藤真也です。斉藤真也先生です。原作の先生です。若干グダグダになりましたね、紹介がさっきチラッと入ってきてくれて、あ、先生入ってきたと思って、やばいみたいなビクビクしてたんですけれども、いやいや、斉藤真也先生でございますけれども、はい、先生、はいはい、あの今回あの初めてその眠れない CD シリーズのシナリオを書かれたということで、はい、ヤンデレの先生に紹介されて眠れない CD のシナリオを書いてくださったということで、はい、その感想なんかをお伺いしてよろしいでしょうかね。いや、今回ですね、初めて、はい、いや、あの眠れない CD を書かせていただいたんですが、はい、実は原作の方でも結構そのヤンデレシーン、まあ犬にさよなんですが、はい、書かせていただいてるんですよね。でも毎回書くたびに担当さんからやりすぎって言われて、はい、そんなに何度もリテイクを食らうんですよね。そんなにですか、ま、そうなんですよ。でもやっぱ僕もやっぱ、まあ、制作者というか、まあ、はい、ある意味芸術家みたいなものところもあるんで、はい、ちょっとこのヤンデレシーンはこれはちょっと譲れませんねって、なるほど、ちょっと対決するんですけど、まあ、大抵負けるんですよ。負けちゃうんですね。負けちゃうんですね。勝てるはずがないみたいな。なんで今回その、はい、初めて眠れない CD、まあ、眠れない CD シリーズのシナリオを書いてくださいって言われた瞬間、やっちゃうべってなっちゃったんですか。お前ちょっとなまっちゃいました。やっちゃうべもう やりたいようにやろうっていう風に書かせていただいたんですよ。確かにめっちゃやりたい放題な内容でしたよね。ちょっとやりたい放題しすぎて各関係者からみたいな感じの反応。もう本当に私も台本見た時、これ書いたの誰みたいな、このシネル書いたの誰だみたいな、誰だっていう風なこと言ってたら先生ですか。はい、先生か。そうです、ちょっとやりすぎました。いや、でもおかげさまでかなりちょっと気合いの入った、はい、そのヤンデレシーンが書けたんで、すごい満足ですね。そうですよね、きっと、ま、聞いてくださってる皆さんにはちょっと、ま、伝わりにくいかもしれないんですけれども、ね、あの台本の1ページ、ま、2ページ分にわたってさゆちゃんがずっとユニーさんへの愛を語ったりしているっていうシーンがあって、私もその2ページもまさか長ゼリフを言う日が来ようとはっていう感じですごくびっくりしたんですけれども、先生的に、はい、あの一番
このシーン一押しっていうのとか、このセリフ一押しですっていうようなところあったりしますか？やはりセリフがちょっと長いところもあるんですが、やっぱゾクッときたのがですね、はい、この主人公のまさよちゃんが中華包丁を持って、はい、中華包丁を持ってそれじゃあ切りますね、ゆう兄さんの右腕のシーンなんですけど、その後にもう佐藤さとみさん、まあここはあえてシュガーと呼ばせていただきますわーわーシュガーですどうもシュガーの黒砂糖シュガーがゆう兄さんの右腕ジュルリのところがいやここはもう大好きな人の右腕だったらよだれものだろうと思ってジュルリを入れさせていただいて、私ちょっとドキドキしてたんですけど、おそれ聞いた瞬間あれですね、鳥肌が立ちましたね。本当ですか？もうここだけ切り取って多分永遠リピートのあれを作りたいんです。本当ですかそんな作業を。いやでもそんな風にね、あの先生も思っていただいたりとか、はい、あとまあ他にも本編の感想なんかもこれからお話ししていきたいと思います、うん、やらせていただければと思います若干グダグダですねじゃあ次は僕から、はい、このシュガーにはい、シュガーにこうシュガーっていうのはすごいね、はい、なんか私も面と向かって言われると恥ずかしいですね。ちょっといやでも正直嬉しいですね、まあ、ありがとうございますシュガーに聞きたい、はい、ぜひちょっとこれは聞きときたいっていうのがありまして、はい、最初にこのドラマ CD の出演の話を聞いた時の第一印象をちょっと聞きたいなと思いまして、はい、そうですね、タイトルの男を見せてよ倉田くんっていうことなんで、なんかこう、ちょっとヘタレな少年がこう頑張っていく、なんかこう青春ストーリーなのかななんていうふうに私勝手に想像してたんですけれど、 あのマネージャーさんがこれね二股かけてる人のお話だからって聞いて二股って思ってすごいびっくりしたんですよ。でも、まあ、ある意味青春ですよね、まあ、確かにあの若気の至り的な部分はありますけれど、私も二股かそうかそうかと思って、いざこう開けてみたら六股ぐらいかけてるじゃないですか倉田くん、おい倉田と思って、まあ確かに魅力的な女の子がたくさんいる作品だななんていうふうに思ったんですけれども、はい、私が演じた乾さんはですね、はい、なんかものすごく可愛いじゃないですか。可愛いですね、大和なでしこで、このなんというか、ま、男性のそのいわゆる理想像である女性大和なでしこな、こうちょっと散歩後ろを歩いて、ね、でなおかつこう好きです好きですっていうのもちゃんと見せててっていうのがありつつのヤンデレ、ヤンデレです。私ヤンデレがものすごく好きなので、まずまあそのさやちゃん の、はい、見た目ももちろんすごい好きなんですけれど、そうです、ね、見た目もいいですよね、もうすごいもう黒髪のパッツンロングなんてもう本当に可愛いと思って、しかも巨乳っていうね、そうなんですよ中学生で巨乳って中学生なのにもう本当にすごいもう発育の良い体をしていてすごいなすごいなと思ってたところにヤンデレっていう要素が加わってさらに好きになりましたね。ありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそ。もうね、はい、次はヤンデレセリフも、はい、がもう聞けたところで次、はい、次のちょっと質問をしたいなと思います、はい、何でしょうかその、本編の方の記憶と大切なものまで失ったよ倉田くんの聞きどころをちょっと聞かせていただければなと思いました。そうですね、記憶喪失ってものすごくベタだけどすごい好きな展開なんですよ、はい、私いいですよね記憶喪失、いいですよね記憶喪失、楽しいと思って、楽しいですよね、わー先生来たこれと思って私台本読ませていただいて、ありがとうございます。やっぱりみんながそれぞれの方法でゆう兄さんに必死に迫っていくじゃないですか。迫っていくっていう、まあ色仕掛けだったりとか、なんかちょっとツンデレからデレニーとか、はい、もうそれぞれのキャラクターの個性とか特徴を生かした迫り方をしてて、でまあさやちゃん的にはそのちょっと私これ見た時、あなんだなんか普通におしとやかだけど好きですみたいな感じなのかなと思ったら、はい、後半の方にちょっと長めのヤンデレっぽいセリフがありまして、私そこの部分で、はい、よしヤンデレ大好きだしさやちゃん大好きだし頑張ろうと思ってわーってやったら、いや佐藤さんちょっと今の怖すぎますっていうそうですよねもらったりして、本編は
初心者向けのヤンデレでお願いしますっていう風に言われたのを私ものすごく覚えてますね。初心者向けのヤンデレっていうと無茶な注文ですよね。まず初心者向けの上級者向けがあるのかよ。ヤンデレにみたいな。そうなんですよ。サイト P そこどうなってんのみたいな。言っちゃっていいんだそこは。大丈夫です。本当にみたいな。OK 出てます。OK 出ました。そうです、プロデューサーさんはずっとツイッターとかでいろいろ倉田くんの宣伝とかもしてらっしゃいますね。いや本当ありがとうございます。いろいろこだわりを込めての作品だと思うんですけれども、先生的にはなんかこう倉田くんのこの記憶と大切なものまで失っている倉田くんの先生的な聞きどころとかってどこかありますか？他のキャラクターのこんなとこが印象的でしたとか。そうですね、やっぱりさよちゃんですね。おまたまた、ね、またまた、ね、何またまた、俺はシュガーだからって甘いことは言わないぜ。おなんだ、うまいこと言われたぞ。あれ今の OK？ 今のうまいです。あれ今のは OK？ いやもう最初さよちゃんがヤンデレの本編の方のあれはやっぱり結構最初セリフ長いじゃないですか。そうなんですよね、はい、あれ実はもっと倍以上だったんですよ。本当ですか？本当ですよ。もう楽しすぎてヤンデレ楽しいとか思え、楽しいふうってなっちゃって、イエーイみたいな、ってなっちゃった書いてたんですけど、さすがに斎藤プロデューサーさんから長いですって言われて、ちょっと長いんで、今斎藤さん、プロデューサーさん今の OK ですか？名前だし全然 OK です。よかったなんでちょっと泣く泣く削らせていただいて。そうなんですね、泣く泣く削る。そうなんです、その反応で多分もう一つのそっかあれに死ぬほど愛されて眠れない先生がシナリオを書いてくださった方の、そうなんですよ、その反動がまた来ちゃってみたいな。そうか、その反動で2ページ半か。2ページ半で。そうなんです、このセリフ、長セリフなんですけれど、はい、にこやかに、基本的ににこやかに起こる、越にいる、いきなり暴れ出すみたいな、はい、そのさよちゃんのその2ページ半にわたるセリフの、2ページにわたるセリフの中でいかにそのいきなりこう怖さを見せられるか、ヤンデレっぽさを見せられるかっていうのは結構な大勝負で、こうディレクターさんと相談しながら、ここはこうしましょうとか、ここはこうした方がいいですねなんていう風なお話をいただきつつ、作り上げていって、結構テンション上がったり下がったりまったりになったり、最後は静かに落とすっていう、落とすっていう感じでやったので、やっぱりものすごくその工夫だったりとか、長いセリフなんで聞いてる人を飽きさせちゃいけないなっていうのが一番あったので、そうですね、この長ゼリのところをいろいろ聞いていただければ、私的にはここが一番の聞きどころかななんていうふうに思いました。一番長かったよね。そうですよね、ここ。そうなんですよ、何回リテイクを食らったか。そうなんですよ、ここのニュアンスをとか、ここもっとこうしてとか、俺だけじゃなくて、もうなんかみんなの魂がこもった。そうなんです、自分というか、もう皆さんの熱い思いを、熱い思いがもう背中にしゃって一生懸命やらせていただいたんですけれど、熱演はね、ゾクゾク来たね。本当ですか？だって本当に眠れなくなりそうですよ。よかった、もうそれが狙いですよ先生。もうだよね、眠れない CD ということなんで、もう聞いたら眠れないっていうか、寝ないでください、寝ないでくださいぐらいの熱い気持ちが、先生とか、そうそう、パトスが込められている一枚になっておりますので、まあこのね、トークを聞いた後にもう一回聞いていただいて、また熱いパトスを感じていただければななんて思います。ということで、ここからは先生、倉田くんに関するトーク、ということで私と先生で、まあ倉田くんに関するフリートークなんかをしていこうかなと思うんですけど、はい、ここに質問が、ヤンデレなさやちゃんに一言ずつお願いしますということで、じゃあどうします、先生からいきます、私から、じゃあ自分からいっちゃいます。じゃあ先生お願いします。いっちゃっていいですか？どうぞ。ヤンデレなさよに、はい、一言、まあ一つ言えることはやりすぎるなと。なるほど。ほんとね、彼女を書くたびに暴走っていうか、まあヤンデレシーンを書くんですけど、ちょっとやりすぎて、あ、ちょっとはっちゃきすぎだろうみたいな、危険な匂いとかもしちゃう感じなんですね。私は逆に、はい、いやもっとやっちゃえよ、もっとやっちゃえよっていう感じ、そんなもっとベタ踏みでアクセルなんてみたいな、もうほんとにでもガンガン行こうよっていう感じで。そんなに、なんでヤンデレが好きなんですか？あ、聞いちゃいます、それ聞いちゃっていいですか？全然いいです、全然いいです、いいんですよ、こんな甘くない質問を。全然大丈夫です、シュガーだから甘い質問ばっか
してた、噛んじゃった。まあ、あんま質問ばかりしてたらしょうがないですからね。そうですね、私がなんでヤンデレ好きかっていうとですね、はい、まあヤンデレになっちゃう子ってものすごく一途な子が多いんですよ。あ、多いですね。なんか昨今その1週間付き合ったけど別れましたとか3ヶ月で別れましたみたいな若者たちがたくさんいる中、こんなに愛されるなんてすごいなと思って。でもなんかその愛し方とその愛と憎しみが紙一重なところが私ものすごく魅力を感じるんですよ。そのものすごく紙一重なところが、はい、なんかこう一歩間違っちゃうと本当に相手をただ傷つけるだけになっちゃうじゃないですか。まあそうですね。そこにうまいこと愛情っていうバランスを織り込んでいるその不安定さっていうのが私ものすごく好きで、なんか永遠の愛はまあそこまで信じられないけど永遠の憎しみなら信じられるみたいなキャッチフレーズを見たことがあって、うん、ものすごく感銘を受けまして、これはみたいな、これは来たと思ってなんかそういう一途さだったりその危うさだったりっていうのが見え隠れする、まあ可愛く言うとちょっとほっとけない感じ。あちょっとほっとけない、ちょっとほっとけなくて、ちょっと目を離しちゃうとみたいな、ちょっと暴走しちゃう感じが可愛いかなと思って、そういうアンバランス感が私ものすっごい好きなんですよ。なそのアンバランス感か。アンバランス感、そうなんですよ。なんかその DV とはまた違うじゃないですか。あでもそれ暴力とはまた全然、愛ゆえにというなんか、そうなんですよ、愛ゆえにだけどちゃんと愛を盛り込めてるからこそ成り立つヤンデレみたいな。あそうなんです、愛っていう土台があって、愛がどうだってあってこそっていうね、まあ、これ以上喋るとまあ長くなっちゃうんで次の質問いきましょう、はい。もし倉田くんにあなたこそ理想の女性ですと交際を迫られたらどうしますかということなんですけれど、じゃあ今度はまあ私違うかな、そうですね、行っちゃいましょうか。いや無理です、いや無理です、切って捨てましたね今、無理です無理です、もうなんか半1秒もかからずに切って捨てましたね。だってユンリさん6股してるじゃんやだ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 、いや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 理想の、でもその女の子を差し置いて、そうなんですよ、もうシュガーが理想の女の子、まあ、そんなに私が好きでもごめん無理みたいな感じですよ。考えもしないんですよ。もうなんかその私誠実な男性が好きなのと、あとメガネ男子が好きなので、ユニさんメガネかけてないじゃないですか。あそっか、よしじゃちょっと今メガネかけてみた誰か先生のメガネ持ってきて持ってきてちょっとメガネみたいな、まあ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 置いといて、逆に先生シンコちゃんだったら、シンコちゃんが倉田くんにシンコちゃんこそ僕の理想の女性ですっていう風に付き合ってくださいって言われたらどうします？いや無理でしょですよね。ということで、まあ質問はこんな感じですかね。ですね、はい。ここからはですね、はい、斉藤先生から私へのリクエストということで、なんか先生私にリクエストがあるんですか？そうなんですよ。おなんか力こもってる。もうね、なんかなんかこのねフリートークというか、はい、この時にぜひもうやっていただきたいと思った。なに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 、ちくしょう可愛いなこの野郎なんだとそんなことないメスも答えません。このね4巻なんですけど、はい、4巻で4巻、はい、このさよちゃんが、はい、のシーンが主人公と掛け合いがあるんですけど、はい、こうぜひ読んでいただきたいなと。4巻のそうなんですよ、このシーンを、おあここですね、これ4巻の86ページから88ページ、そうです、これユーニーさんのセリフとさよちゃんのセリフがあるってことは、もちろん、まあユーニーさんっていうか、まあシュガーに対するヒロインちゃい主人公は俺ヒロインになっちゃったはい、今のね、まあ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 、なるほど、ヒーローはヒーローはまあ俺かなみたいな、なるほど、先生ということなんですね。ここはねヤンデレの結構書いてるんですけど、ヤンデレシーンは、はい、自分の中で結構1、2番を争う、なるほど、この静かなヤンデレの静かなこのブチッとやったりチクチクッとやったりするこのシーンがね、例のシーンがありますので、皆様原作の準備はできたでしょうか。それでは先生も準備はよろしいですか。ああちょっと萌えの交渉ね、あまあまあまあやばいな、小説について一人二人だけのね二足のわらじの生活が始まっちゃうのかな。声優デビューっていうシュガーとのね共演がね、おなんか言ってるぞこの人それでは皆さん聞いてください、男を見せてよ倉田くん4巻86ページから88ページのワンシーンです。勝負は置いといて、美味しい芋煮を期待してるよ。はい、任せてください。
ユウ兄さんのシャツのボタンが取れそうですよ。え、そう？ちょっとそのままじっとしててくださいね。すぐに縫いますから。さよちゃんは制服のポケットから携帯裁縫セットを取り出す。こういうものを持ち歩いているのがさよちゃんらしいよな。あれ、糸が切れてました。あ、そうなの？じゃあ後でいいよ。それより芋煮を頑張って作ってよ。いいえ、大丈夫です。糸に変わるものがありますから。彼女は小さなハサミを取り出し、自身の長い黒髪を一本だけ切る。さよちゃん、髪は意外と丈夫で長持ちするので糸の代用として使えるんですよ。止める暇もなく、彼女は針に髪の毛を通すと、シャツの第一ボタンを縫い始める。家庭的なさよちゃんはすぐに直してくれた。はい、できましたよ。ありがとうさよちゃん。質量的にはほとんど変わらないのに、なぜだろう、すごく重くなった気がするのは。でも第一ボタンだけ糸が黒いというのは見栄えが悪いですよね。いっそのことボタンの糸を全部黒くしましょうか。いや、別にそこまでしなくても。手間は大してかかりませんから遠慮しないでください。言うか早いか、さよちゃんはボタンを次々とちぎってはハサミで切った黒髪で縫い直していく。ゆう兄さん、私頑張って美味しい芋煮を作りますからね。応援してるよ。針が的確に動く。ソラさんに、ユウ兄さんは絶対に渡しませんから。ボタンをちぎり黒髪で縫い直す。絶対に誰にもユウ兄さんを渡したりしませんからね。最後のボタンを縫いながらつぶやく。彼女の瞳は瞳孔が完全に開き、手元ではなくどこか遠く見つめていた。それでも手は機械のように正確に最後のボタンを縫い付ける。背筋に冷たい汗が流れた。はい、できましたよ。はい、ということで聞いていただいたのは、はい、男を見せてよ倉田くん4巻86ページから88ページまでのセリフでした。先生お疲れ様です。どうもお疲れ様です。ま、なんていうか疲れたっていうか、俺すごくねやばいなこれ。おや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 、小説から並べ作家プラス声優事業、声優役者修行か。仕事来ちゃうなこれ。先生、はい、そんなに甘くないですよ声優。え、まあそうですよね先生。はい、先生ダメですよ、はい、ちょっと言い間違えたなと思ったら、はい、一回ちょっと前に戻って喋り直さないと向こうの人が困るんですかなり具体的な先生そうですよ、はい、聞いてます先生。はい、もちろん聞いてますよ先生。先生なんでニコニコしてはっ、まさか先生いや、まあ、何言ってんすか。ド S、 俺はあれですよ、ド S キャラですよ。いや、まあ、先生 M でしょ。いや先生 M でしょ。いやそんなに何言ってんすか。いや先生 M ですよね。まあ正直嬉しいですあ、やっぱり やべえ、もうなんかシュガーに申し上げるの最高だねやったやった、このエロこのエロクソかわいいいや、ということでみんな真実も発覚しました。斉藤真也先生はド M ですどんなキャラクター付けだよいや、まあね、そんな俺新しい一面がシュガーによって暴かれたみたいな。いいじゃないですか。どういう方向性だよということで、まあ、さよちゃんになりかわりまして先生の方を渡させていただいたわけなんですけれども、はい、まあ、この男を見せてよ倉田くん、先生略称とかってあるんですか。略称ですか。一応なんですかね、社内というか身内というか担当さんとかでは倉田くんとしか呼んでないんで、はい、倉田くん、なんでちょっとぜひシュガーにその略称を決めていただければな。マジですか。私先生、はい、私、はい、こういうセンスない。え、すごい前振りきたなこういうセンスないんですけど。何言ってんすか。3つくらい考えたんですよ。お、まず1つは男を見せてよ倉田くんなので、はい、男を見せてよ倉田くんで男ら。おー、いいですね。あとは男を見せてよ倉田くん、おっくらくんおっくらくんおっくらくんとか、あと男を見せてよ倉田くんなので、はい、OMK とか。お、 OMK がちょっと新しい。本当ですか。なんかちょっと新しいかなと思って、みんな分かってもらえるかなOMK 六股とか言えば多分みんな分かってもらえるかなOMK 新しい感じの、なんかこうあれですよ、こう例えばこうものすごく男を見せてよ倉田くんが大好きな友達と2人で喋ってるけど、はい、周りには OL さんとかがいる、電車の中だどうしよう、
お前さ OMK の最新刊読んだとかいいですね、読んだ読んだ OMK いいよなみたいな感じで、まあ因果として使っていただけるんではないかと思うんですけれども、いやーね、 OMK いいですね。 OMK いいですか。いいんじゃないですか。なんかさっきの流れ的になんか M の人がなんかそれを言いそうな、確かにお前マジ M だよねみたいな確かに自分は M です、倉田くん読んでる中で自分は M ですって方は OMK を使っていただき、ぜひぜひ OMK を使っていただきたいなと思います。担当さんのメールでなんか OMK って入れそうだな俺今後。あ、本当ですか。やったー、ぜひ使ってもらおうぜひぜひ使ってください、よろしくお願いします。脅しじゃないですよ。脅しじゃないです、脅しじゃないですよ先生。あのぜひ OMK 使ってくれますよねお、これは絶対使ってくれる、やったやったということで先生、はい、まあ男を見せてくれたくん最終回の予想なんかをここでしてみちゃったりなんかしようかなと思うんですけれども。おしちゃいます。なんかまあ先生は原作者さんだから、はい、まあわかるじゃないですか、こうしようかなああしようかなとか、まあいくつか予想したんですよ。はいはいはい、結局倉田くんが愛想をつかされる一番もうみんなにもうゆう兄さんのその優柔不断が許せませんって言ってみんなパーってどっか行っちゃう。一番なんか悲しい一番悲しい、ちょっと美味しいもの味わったけど結局優柔不断さがあだになってっていう、結局男を見せなかったからみたいな。そうなんですよ、男見せられなかった倉田くん残念みたいな感じになるのか、いやいやでもそれじゃタイトル負けするだろうっていうこと で、やっぱりあの私はさやちゃんを演じたっていうこともあって、うん、さやちゃんと結ばれてほしいなと思ったんですよ。はい、いやそうなってくるとさやちゃんが、まあ、日本刀だの中華包丁だのを使い、はい、まあ、周りにいる、まあ、あの敵どもをバッサバッサとなぎ倒しユニーさんにこう迫るわけですよ。犬にさよ無双みたいな、はい、もう丸ボタン連打みたいな感じでバババってやってもらってデージが溜まってきたザザみたいなもうスペシャル技出ますみたいな感じで出すんといくんですけどでも、まあ、そこで私の中では2つ分岐点があって、はいはい、そこでもう倉田くんがユーニーさんがもうなんかどうでもよくなっちゃって、あもうなんかせいちゃんはこんなことするくらいまで俺のことが好きなんだ、じゃあこの子と幸せになろうっていうラブラブエンドに、ラブラブエンドに行くかで、二人でずっと座敷牢で楽しく包み足やかに暮らすかもしくはもうやっぱりそれに怯えてしまったゆう兄さんが、はい、いややめてくれさやちゃんやめてくれ、こんなことするなんて間違ってるって言ってさやちゃんを叱り出し、さやちゃんは激高してゆう兄さんをザクザクやってバッドエンドみたいなどっちにしろ監禁か、そうですね、刺すか、はい、そうですね、ザクザクすごいキャラクターなんですね本当に。さよちゃんの愛情は中間点がないですね。ないですね、もうゼロか100かみたいな。もう力強くもうなんか断言しちゃいましたけどきっとさよちゃんはこうちょっとつもうしに聞かせてくれると思うのでまあ最後、まあさすがにみんなで仲良くっていうようなエンディングはまあないでしょう先生。いやどう、まあ、それはないですよ。今断言されたよ。どうでしょう先生、誰か一人に絞ってください断言されたよ今もうみんなであのなんか天下一武道会とかやりましょうみんなで戦いましょう。もうそれでなんか一番強い人があのユニーさんとっていう、あ先生ちょっと聞かないで先生ちょっとついてきてください。何どっちかっていうとなんかこれも一つのドエスプレイみたいなドエムプレイみたいな、なんだ先生楽しんでくれ、楽しんでる俺みたいなやばい、なんかこのトークの間に開発されてしまった。やったやった、これで、あこれで、はい、この先生のこのエムプリが反映されてユニーさんがさらにドラえもんにもちろんかっこいいところも見せるけど男を見せる時もあるけど、はい、ちょっと M っぷりが増すかもしれない。それは皆さんがぜひ原作を見て確かめていただければなと思いますの です、ね、まあ私の最終回予想が当たってるか、それとも先生が斜め上を行く素晴らしい最終回にしてくれるかは、はい、まあ原作の方を読んで見届けていただきたいなと思いますの です、ね、ぜひぜひ皆さん男を見せてよ倉田くんの応援よろしくお願いします。さて先生、はい、楽しかったトークの時間も終わりに、はい、なっちゃいました。クソ元物知ってほしかった。ああ、この野郎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 。クソかわいい。すいませんすいません。ということでまあ最後なので、はい、あの先生からぜひ倉田くんファンの皆さんに、はい、一言お願いします。はい。なんか今回のこのドラマ CD で、はい、M キャラ斎藤みたいなキャラクター付けになった斎藤ですが。ドラマ CD と
実は原作の最新巻が7巻ん、6巻6巻が一緒に発売されるので同時発売なんですね。そうなんですよ。すごい。なんで頑張って書きました。あ、先生、はい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 、何ですか、シュガー。はい、先生、質問です。あの、両方買った人には何かプレゼントとか特典とかはないんですか。これがついちゃうんですよ。お、それはすごい。オーイエース。オーイエス。ということで先生、両方買った人にはどうやらあるんですよね。そうなんですよ。実はね、ふみおさん、まあその原作のイラストの担当さんなんですが、はい、が担当でイラストでが描いてくれたイラストで、はい、クロエのクリーナーがついてくるということで、すごーい。いやー、欲しいです。欲しいですね。欲しい欲しい。小学生9歳が9歳の吹きまくりです9歳で吹く。先生、何を言わせるんですか。くそ、先生、何を言わせるんですか。もう分かりますよ、プンプン。ということでまあまあ両方買った人はあのプレゼントがある、はい、そのクリーナーがもらえる。9歳で吹けるということなので9歳いっちゃった。そう、9歳で吹けるということなので、詳しくはミニ台本の方にもろもろね、説明がなんで書いてあるんで、書いてあることというなのということなので、それを見て、まあ、皆さん応募してくれれば、はい、きっと当たるよ、いいことあるよ、9歳で吹けるよということなので。また9歳いっちゃったいや、大事なことだなと思って、大事なことだね、いろいろいとこかなと思ってなので、ぜひ両方買った方は応募していただければなと思いますし、ぜひぜひ。まだ原作買ってないやという人は今からでも遅くないんで、遅ないんで、これ聞いたら本屋さんにぜひダッシュしていただいて、レッツゴーみたいな、もうレッツゴーですよ。レッツゴーしていただいて最新刊をゲットしていただいて、はい、で、あの、応募していただいてということですよね。そうですね、していただければと思います。思いますので、よろしくお願いします。先生、なんかあの他にもほら、先生、倉田くんについて喋っていいんですよ。いいんですか。 今私ちょっと遮っちゃったけどなんかこう、ドラマ CD を聴いてる皆さんだったりとか、あの、皆さんに対して今後をこう、なんかこう妄想させるような一言とか、妄想させるような、あ、実はドラマ CD に出てくるクロエ、さっき出たんですが、はい、9歳の女の子は、はい、実は原作の最新刊のところも出てくるんです。おー、実ついに出ちゃうんですよ。だからオルスをメイとサヨと、まあ、ドラマシードと絡みだったんですが、そうですね、他の女の子たちとの絡みもついに実現。しかも9歳のちょっとエッチや頑張って書きたんで、いや、じゃあもうあのクロちゃんファンにはたまらない感じになってますね。たまらない。ただドラマ CD であのデビューしたクロエちゃんなので、あの、すごい好きになったよって人はぜひ原作も合わせて読んでいただいて、いやー、楽しみですね。楽しみですね、これ本当に。ではぜひ、じゃあ皆さん、あの、原作と CD と同時発売になっておりますので、よろしくお願いします。ちゅうこて、ではでは、また会う日までみんな元気でね。そして行きますよ、せーので、さよならですよ。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。よし、行きますよ、せーの、さようなら。先生してください。はい、じゃあ、まあ先生嬉しそうだな。じゃあ、テイク2いきますよ。はい、じゃあ、せーので、さようならですからね。いきますよ。はい、せーの、さようなら。男を見せてよ、倉田くん。ドラマ CD。ヤンデレの乾さよに死ぬほど愛されて眠れない CD。さよちゃん、おはようございます。で、もうお昼過ぎちゃってるんですけどね。お腹空いてますよね。今日のお昼はユーニーさんがお好きな煮込みハンバーグですよ。それより、なんで俺はまたこんなところにいるんだよ。しかも今度は手足に鎖までつけて。どうして座敷牢に監禁したかですか。それはですね、ユーニーさんが好きだからです。え、いえ、愛していると言った方がいいですね。私はユーニーさんを誰よりも愛してるんですやっぱりこっちの方がしっくりきますね。だからユーニーさんを私だけのものにするんです。絶対誰にも渡しません。そのためにこの座敷牢に来てもらったんです。だいたい前の生活の方がおかしかったんです。私とユーニーさんが最初に愛し合って婚約したんです。ユーニーさんはあやかしである私を受け入れ、愛してるとおっしゃってくださいましたよね。いや、
なのに愛し合っていた私たちの後からメイちゃんはわざと猫又の姿をバラしてユーニーさんに婚約しないと殺すと脅し割って入ってくるなんてとてもとてつもなく卑怯ですよ。アリスさんはなし崩しに居候して、クーちゃんだっておとなしい顔をしてユーニーさんをビダレに誘惑して、ソラさんなんて過去の約束を盾に関係を迫ってくるなんて信じられません。だから元々の正しい世界を取り戻すためユーニーさんをこの座敷牢に連れてきたんです。ここなら愛し合う二人のささやき声も外に漏れませんし、外から誰かが入ってくることもできません。え、ケンゴおじさんは反対しなかったかですか？もちろん最初は反対されました。言ってないよ。でも諦めずに私がどれほどユーニーさんを愛しているか必死に説明しました。けどいつまでも反対して、アマツさえ私を本気に連れて帰ろうとしたんです。だからケンゴおじさんにはお外に出てもらったんです。暗くて狭く息苦しい場所かもしれませんが仕方ないです。自業自得ですから。え、なんだユーニーさんもそう思いますよね。二人の仲を引き裂こうとするなんてまったくひどいおじでした。 おじさんでもこれで私たちの邪魔をする存在はいなくなりました。あとはこの二人だけの世界でずっと一緒にいられますよ。どうです、嬉しいですよね。そう思いますよね。よかった、気に入ってもらえて。もし気に入ってない、ここで暮らすなんてできないなんておっしゃったら悲しくてユーニーさんを殺して私も死んでしまうところでした。でも杞憂でしたね。やっぱりユーニーさんと私は相思相愛なんですね。とても素敵です。相思相愛じゃん。こんなに愛されるなんて、えメイちゃん全世界の女性たちに申し訳ない気持ちになってしまいます。ですがユーニーさんは一人しかいないのですから仕方ないですよね。他の女性を憐れんでも仕方ないですし、せっかく二人きりになれたんですから、これからの生活を大切にしていかないといけませんよね。これからはずーっと一緒ですよ。朝起きてから寝ている間もずっと、お食事もお風呂も下の世話も全部私がやります。やだやだやだ。ユーニーさんは指一本動かさなくていいですからね。お礼なんていりません。好きで身の回りの世話をしたいだけですから。でも一つだけわがままを言ってもいいですか。毎日寝る前、さよちゃん、世界で一番愛してるってささやいてほしいんです。ユーニーさんの態度で私のことをどれほど深く愛してくださっているかもちろん分かっていますけど、やっぱり言葉にしてほしいのが女の子なんです。もちろん、ユーニーさんはお優しいですから、こんな小さなわがままを聞いてくださいますよね。ユーニーさん、さよちゃん、世界で一番愛してるって言ってくださいますよね。わかったよ。毎晩言うよ、さよちゃん愛してるって。よかった、すっごく嬉しいです。すみません、お話長くなっちゃいましたね。冷めないうちに煮込みハンバーグを。どうかした？私としたことがハンバーグに調味料を入れ忘れてました。調味料を入れるので少々お待ちくださいね。どこに入れたでしょうか。どこだよ。飲んでないの。ありました。これを私の腕に押し当てて。
血がハンバーグに落ちて知ってますか？人の細胞は60兆あって2ヶ月で皮膚の細胞が入れ替わって脳は1年、血液は120日、骨は2年半かかるんですよ。私の細胞がユーニーさんの体を作り変えるまでの最低2年半はご飯に血や髪の毛を混ぜますね。どうしてこんな、どうしてこんなことをするのかですか？だってメイちゃんたちが作った料理でできた細胞、いいえ、毒が体に溜まってるんですよ。だからまず体内に溜まっている毒を吐き出すのは当然じゃないですかはい、私の血をたっぷりかけて完成です。嫌だ、食べたくない。ダメですよ、好き嫌いしちゃう。はい、あん、うわ、いや、動かないで、嫌だって、うわっ、うわっ、ちゃんと全部食べて偉いです。お恥ずかしいです、お腹が鳴る音を聞かれるなんて。ご飯は？実は材料を準備してなくて、昨日の夜から何も食べてないんです。さっき細胞のお話をしましたよね。私の体もユー兄さんと同じように作り変えようと思って。だからユー兄さんの手足を切って食べますね。なあ！ユー兄さんのお世話、お食事、お着替え、お風呂も排泄も全部して差し上げますから、手足なんて邪魔でいらないですよね。だから食べてもいいですよね。いらなくない、いらなくないよ。怖がらなくても大丈夫ですよ。この中華包丁とってもよく切れますから、痛みは一瞬です。いやだ、誰か助けて暴れてはダメですよ、手元が狂います。それじゃあ切りますね。ユニさんの右腕、いただきます。ここは倉田家の今、どうしたんですか、大声出して。さよちゃん、いや、その、ごめん。まあ、今で寝ているから悪い夢を見るんですよ。図星みたいですね。夕ご飯もテーブルに並び終えてますから、ちゃんと座ってください。今日はユー兄さんの好きな煮込みハンバーグですよ。すごくうまそうだね。喜んでもらえて嬉しいです。どうかした？私ったら最後に調味料を入れるのを忘れてました。珍しいね、さよちゃんでも忘れることがあるんだ。すみません、調味料を入れますので少々お待ちください。まさか、カッターをどこに入れたでしょうか。ありました、これを私の腕に押し合ってって知ってますか、人の細胞は60兆あって2ヶ月で皮膚の細胞が入れ替わって脳は1年、血液は120日、骨は2年半かかるんですよ。私の細胞がユーニーさんの体を作り変えるまでの最低2年半はご飯に血や髪の毛を混ぜますね。早く体が作り変わるといいですね。さよちゃん待って、話を聞いてくれ。私を愛してくださっているなら食べてくれますよね。助けてくれ、夢落ちじゃなかったのかよ。逃がしませんよ、
ユーニーさん、決して絶対に。